直カルは朝鮮半島の塩から、ちょっとも呼ばれる。日本語ではそれぞれ直カル、ちょっと表記されることもある。原料魚に塩を加え、数日から数ヶ月かけて発酵及び熟成させて作る。朝鮮半島では多くの直カルが作られ、1950年代の記録では全羅南道だけでも80種類があったという。様々な魚介類を原料とすることに加え、 魚肉や内臓、魚卵など用いる部分や加える調味料によっても別々の名称をつけて区別されている。韓国の市場には多くの場合塩辛専門店があり、10種類ほどのチョッカルを販売している。チョッカルは日本の塩辛と比べると発酵度が高く、味や香りの癖が強いという特徴がある。一方、東南アジアのシュリンプペーストと比較すると、 日本の塩辛と並んで、グルタミン酸が多く、旨味が強い。チョッカルはこれに加えて、ペプチドやロイシン、アラニンの含有量も高く、ペプチド由来の旨味や苦味などに対する、嗜好性などを反映している。また、一部のカニを除いて、海産の魚介類を原料とし、炭水のものを使わないのがチョッカルの特徴である。チョッカルは、キムチを漬ける、 菜の材料として用いられることも多い。主に、小エビや、カタクチイワシ、石餅、タチウオなどを原料としたものが、キムチ漬けに使われる。また、エッチョと呼ばれる直カルの上澄み液も、直カルの一種とされ、キムチ漬けやチゲの調味などに用いられる。キムチ漬けにも使うものに加え、スケトウダラ及びその魚卵、イカ、メカジキ、カキ、カニなどの直カルが、 副食物として食べられる。副食物とするものは、一般的に塩分濃度を高くし、発酵及び熟成には5から9ヶ月という長い期間をかける。日本の塩辛と異なり、副食物とする際には、唐辛子の粉やニンニク、ネギ、ごま、ごま油などを加えて調味する。以下に代表的な例を挙げる。三国式の白木本木には、683年に、 新文号が結婚した際に、送られた、という記述がある。前後の文脈などからこれが必死用の語気であり、塩からが当時存在していた、という主張もあるが明確な証拠はなく、必死用だとしても工事を加えた、中国流の魚章などを指す、可能性もある。確実な資料の古い記録としては、清掃2年の清掃実録に、明の施設を応接した食事の献立に、 魚の塩辛を表す、魚美塩がある。キムチを漬ける際に、チョッカルを用いる手法については、19世紀のウルゴー号奏書や、林園16シリングに記述が見られる。この背景については18世紀から唐辛子をキムチに加えるようになり、塩辛を加えてもその脂肪分が参拝しなくなったことがあるという。 直カルを食べればその家の味がわかると言われ、20世紀まで各家庭で直カル作りが行われていたが、1980年代には韓国の都市部では市販品を購入するようになっていた。また、1980年代においても家族一人当たり年間 10kg 以上の直カルをキムチ漬けのために手配しており、これとは別に副食用の直カルを消費していた。ありがとうございます。